で相手になってやる。一気に決めさせてもらう。デルタスラッシュ。決めましたわ。次世代女神の力見せて差し上げますわ。あげるわ、私の真の力を。相手が誰でも私が投げ払う。ラステーションが次世代の女神の剣舞、見せてあげるわ。同一だ。ネクストフォームが負けるわけないだろ。レベルアップ。レベルアップですわ。俺らの勝ちだ。そうだね。けど最後に勝つのは俺ではない。俺だ。
この後に及んでハッタリでも仕掛けようっての。ハッタリか、ならば自分の目で見てみるがいい。こまさか、そんな、さっきよりも超次元に近づいている。どうして急にこんなに。君たちが全員こちらの次元に来てくれたおかげだ。邪魔者がいないとここまではかどるとはね。女神を落とすことができなかったのは残念だが、これでようやく制限なく超次元に行くことができる。それがこの次元を移動させていた目的か。ああ、そうさ。2つの異なる次元が同一座標に位置することで、そうすることで精神体の俺でも超次元で実体を持つことができるのさ。もっとも俺の方は超次元側のシェアエネルギーを大量に浴びたせいで、少しの間なら超次元側でも実体を得られるようだけど。行くよクロワール。お、とうとう超次元に行くんだな。待ちわびたぜ。また会おう。次に会う時は封印から解放された真の姿を見せてあげるよ。逃げ切る気か。ああそうだ、せっかくだから君たちにプレゼントだ。私たち、君たちの夢から作ったんだが、少々作りすぎてしまってね。処分するのも面倒だし、煮るなり焼くなり好きにするがいい。それじゃまたな。クロちゃん待って。逃げられたら。すぐに追いたいところだけど、さすがにそう簡単に通してくれそうにないか。せめてクロちゃんさん標本に挟まってれば、私がワープさせてあげられたのに。もうクロちゃんのバカ。なら、ここは私たちに任せて、ネプギアたちとゴールドサードは超次元に行きなさい。私たちが。そうね、こんな数だけ多い偽物の相手、私たちだけで十分だわ。それに偽物とはいえ、実の姉と同じ姿の敵を倒すのにも抵抗があるでしょ。ほら急げ、早くしないと完全に次元が融合しちまうぞ。わかりました。それでは皆さん行きましょう。そうだギャッチ、一応こいつを持ってけ。シェアクリスタル、さっき作った余りだ。そいつがあれば俺がいなくてもシェアリングフィールドが展開できるはずだ。もしダーク女神との戦闘になったらそいつを使うんだ。わかりました。おっと、ここから先には行かせないわよ。あなたたちの相手は女神さんたちだけじゃないですよ。アイチョ、コンパ、どうしてあなたたちがここに。ネプギアたちと一緒に行ったんじゃ。油断して敵に捕まっちゃうようなうっかりさんたちだけを残していけるわけないでしょ。私たちにしか手伝えないこともあるはずです。ありがとう、二人とも。イースンさん、ただいま戻りました。お帰りなさい皆さん、お疲れ様でした。そしてネプテューヌさんたちも。あら、あのネプテューヌさんたちはどうしたのですか。一緒ではないのですか。はい、実は。なるほど、次元の融合ですか。まさかゲーム業界の歴史そのものが書き換えられていたなんて、私まで欺かれていたなんて。プラネテューヌの歴史の記録者として
歴代の女神様たちに何て謝れば。君が心を病む必要はないさ。おかげで誰にも気づかれずに計画の準備を進められたんだから。あなたは一体どうしてここに？そんなもの決まっているだろう。アフィモージャスから取り戻した例の元気、いや、その中に封じられている俺を返してもらいに来たのさ。だからあのゲーム機を探していたんですね。その通り。封印を解くための鍵である周辺機器はすでに手に入れているにもかかわらず、本体だけが手に入れられなくてね。困っているんだよ。ここにあるのは分かっているんだ。おとなしく渡してもらおうか。もし断ったらどうなるか分かるよね。それは貴様も同じこと。生きて帰れると思うなよ。ユーダ、怪我はないでござるか？へえ、アフィモージャスとステマックスか。金の亡者である君がここにいるということは、金でも積まれたかい？少子、金は金でも積まれたのは金髪巨乳たるベール様のブロマイドとフィギュアよ。イースンさん、変な誤解しないでください。ネプギアさん、リーンボックスから公式で発売されているものですからね。フェチは金にも勝るか。それはいつの時代も変わらないか。勘違いするなよ小娘。わしが金を良くするのは全て己の趣味のため。ありとあらゆる金髪巨乳の薄い本やフィギュアを全て手に入れるためだ。え、超次元編とはいえラスボスですよ。なのに行動原理が金髪巨乳なんですか？やっぱあんたもそうなの？いや、シャは違う。こいつはすでに金髪巨乳道から抜けた身。今は黒髪サイドアップツンデレ道を極めようとしておる。黒髪サイドアップツンデレ、あれ、それってユニちゃん？はあ、誤解でござるよユニ殿。たまたまジャンルが被っただけで、決してユニ殿を投影しているわけではなく。最低。ガーン、ユニ殿に嫌われた。もう拙者は終わりでござる。お、ステマックスが今までに見たことがないほど落ち込んでおる。この落ち込みようは腹切りをしてしまいかねん。シク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 。ああ、もうめんどくさい性格してるわね、あんたは。別に嫌ってなんかないわよ。ただちょっと恥ずかしかっただけよ。お姉ちゃんみたいに今まで誰かに好かれたことなかったし。だから元気出しなさいよね。本当でござるかユニ殿。やったなステマックス。将軍のおかげでござる。ナイスアシスト。この二人、声を出さずとも通じ合っている。まるで S 社と E 社のようだ。私と E 社をこいつらと一緒にするな。これにはさすがの俺も頭痛がするよ。これを目の前にしてこんな茶番を繰り広げるなんて。そんなことよりさっさと封印体を渡してもらおうか。いつまでもあれが教会にあるといつから錯覚していた。狙いがあれである以上常に別の場所に移しておるわ。残念でござったな。面倒なこと。なら君たちにもここにも用はない。
俺が探している間、ゲーム業界が焼かれる様を見ているんだね。見逃してくれたみたいですね。ですが、気になったことを言っていました。ゲーム業界が焼かれる様を見ているとはどういうことなんでしょうか。わかった。宇宙から移民用コロニーを落とすんだよ。それもいっぱい。そして次回作のプロローグは、かつて戦争があったで始まるんだよ。まさかそんな。いや、それはないだ。はい、私です。それは本当なんですか。わかりました。ちょうどネプギアさんたちが戻ってきたので、すぐに向かってもらいます。何かあったんですか、イースンさん。ダーク女神が現れました。なるほど、そういうことか。確かにダーク女神なら一瞬にしてゲーム業界を火の海に変えることができる。そんなこと絶対させません。急いで止めに行きましょう。しっかりしないとね。